横綱審議委員会は、日本相撲協会の諮問機関。略称は横審。横綱審議委員会は、日本相撲協会定官第52条に基づき、設置されている。設置のきっかけとなったのは1950年初場所での、三横綱の途中休場である。この場所では3日目までに、東、富士、寺四国、羽黒三の三横綱が、途中休場し、 全場所の前、田山の隕石引退もあり横綱批判が強烈になった。場所中に、協会は2場所連続9場、不合子の場合は大関に転落と決定したが、蘇生乱造した協会が悪いと世間の反発を喰らい、決定を取り消すことになった。そこで、横綱の権威を保つためにも横綱免許の家元で、ある、吉田司酒ではなく、 相撲に造形が深い有識者によって、横綱を推薦してもらおうということとなった。こうして日本相撲協会の諮問機関として、同年4月21日に横綱審議委員会が発足した。初代委員長は、広角家として有名だった元白爵貴族院議員の坂井忠正。発足直後の夏場所は、東富士が優勝、他の二人も11勝以上と、 横綱の奮起を促すこととなった。日本相撲協会定款第52条第3項に、基づき委員会の構成及び運営に関し必要な、事項は、理事会が定めることとなっている。委員会は相撲を、最も愛好し、相撲に深い理解を有する各方面の良識者を、もって構成される、とされ、その委員は、広角か有識者のうちから協会が移植する。 ただし、協会員は、委員となることはできない。かつては20年以上の任期を務める委員もいたが、1997年1月27日の会合で、委員は1期2年、最大5期10年と決定された。以後移植された委員は10年で退任している。現行の委員の定数は15名以内、任期は1期2年、最長で5期10年までとなっている。委員長は、 委員の5選によって選出する。委員長の任期は1期2年、最長で2期4年まで。委員は無報酬。稽古総研以外での観覧は学自切符を購入する。国技館では、正面審判長のすぐ後ろに試席があるため、テレビ放送にしばしば移る。近年の制度改正により、就任時期に関わらず委員の改選時期は、委員本人が、 自己都合により途中退任する場合を除き、任期完了となる年の1月であることが、明確化されたようである。横信の定例会は、毎本場所番付発表後と千集落後番付、編成会議前に行うとされ、通常毎場所千集落の翌日に開催される。協会からの求めに応じて、委員会は、横綱推薦。 その他横綱に関する諸種の案件につき協会の諮問に答申し、またはその発議に基づき進言する。協会員も会議に出席し発言することができ、理事長以下諸役員が出席する。昭和期には特に議題がなければ10分程度で、定例会が終了することは珍しくなかったが、森谷委員長時代に議論の活性化を目的に、 定例会に先立つ30分間の予備会が導入されている。横綱審議委員会は、横綱推薦、その他横綱に関する諸種の案件に関して、教会からの指紋へ答申したり、教会の発議に基づいて進言することを認とする。定例会における最大の議題は、横綱推薦にある。番付編成を所管する審判部が、 ある力士を横綱に昇進させたいと判断した場合、審判部長は、理事長に、当該力士の横綱昇進について審議する、臨時理事会の招集を要請し、理事長はこれを受けて横綱に、当該力士の横綱推薦について諮問する。1958年1月6日、横綱審議委員会は、横綱推薦の内記を定め発表した。 指紋を受けた横審は内気に沿って、当該力士が横綱にふさわしいか審査する。横審からの答申を受けて、理事長は、臨時理事会を招集し、理事会において横綱昇進について決議し、正式に昇進の可否を決定する。横審規則は、当初、理事会は横審の決議に拘束されないとしていたが、現行規則では、理事会は横審の 決議を尊重するとなっている。これまで理事会が横審の答申を覆した例はないため、横審が横綱昇進の事実上の最終審査権を持っていると見られている。しかしながら、横審が横綱昇進に関する全権を委任されているわけではない。理事長からの指紋がない場合、横審は当該力士を横綱に推薦するとする答申は行えない。 そのため、横綱昇進に値する成績を残したと見られる。力士の横綱昇進が見送られた場合に、横綱が批判されることがあるが、理事長が諮問をしなければそもそも横綱で、審議できないのである。横綱推薦の内規原稿の内規は次の通りである。横綱に推薦する力士は、品格、力量が抜群であること。 大関で2場所連続優勝した力士を推薦することを原則とする。第2に項に順ずる好成績を挙げた力士を推薦する場合は出席委員の3分の2以上の決議を必要とする。品格については日本相撲協会の確認に基づき審議する。品格については次の内規を基準として判断する。横綱に推薦する力士の品格は 次の事項を基準としてその量費を判断して行う。品格の確認は、上記基準につき当該力士の日常生活の観察、及び師匠の証言等により判断して行う。協会は、確認に当たり判断した状況を添えて、委員会に横綱推薦を諮問する。内規制定前は、目安となる基準はなく、実際1954年5月場所で、 優勝し場所後に諮問されながら否決された土地二式のように当時すでに四人横綱がいたために強いて横綱を五人作るほど圧倒的な成績ではないとの番付上の理由で横綱昇進できなかった例がある。内規の運用状況第3項の出席委員の三分の二以上の決議は内規発表当初は全会一致であった。また、順ずる好成績とは 常識的に考えれば、準優勝のことであるが、内記発表直後は、具体的に何を指すか定めていなかった。このため、発表当初は、以下のような混乱が生じたため、朝潮の事例を契機に、現行の内記に改められた。内記制定後に実際に、理事長が横綱推薦を下にしながら、横信により横綱推薦が否決され横綱に、 昇進できなかったのは次の3例がある。もっとも3人とも、その後の活躍により再度の指紋を受けて、全員横綱に昇進している。1958年の内規発表後、1987年、9月場所後に横綱推薦を答申した、大野国までは、順ずる好成績を柔軟に解釈し、必ずしも原則である。 大関で2場所連続優勝にはこだわっていなかった。この間に横綱に昇進した18人中、実際に大関で2場所連続優勝を果たしたのは大砲北の富士、琴桜の3名のみである。しかし、1987年12月に総破黒がトラブルを起こし、幕内での優勝がないまま廃業すると、横市に委員長の高橋吉高は、今後は、 大関で2場所連続優勝とした横綱推薦内記の第2校以上に品格、力量抜群とした第1校を絶対的に尊重していきたいと述べ、さらに1988年1月場所後の横綱でも横綱昇進について嫌が上にも慎重でありたいと申し合わせた。第63代横綱、朝日富士がそれ以前の横綱と比較して高いレベルの 成績を上げ続けながら何度も指紋を見送られ、1990年5月場所、7月場所を連続優勝してようやく横綱昇進を果たしたことが前例となり、朝日富士以降第70代横綱、春間富士まではすべてに場所連続優勝の成績で昇進している。この間、連続優勝でなければ指紋さえされない場合がほとんどで、 例外的に唯一二場所連続優勝でない成績で、指紋された高野花は横審で推薦を否決された。2014年、三月場所後、各竜の横綱昇進に際して、優勝同点優勝と、久しぶりに連続優勝以外での昇進を推薦した。2017年、一月場所後の木勢の里とは星二つ、差の優勝時点、優勝という、以前なら、 多数決での秘訣や、指紋見送りにもなりかねない成績にもかかわらず推挙、されており、2場所連続優勝に準じる成績であっても、そのうちの1場所は優勝していなければならないという、新たな基準が事実上確立したのではないかと、見られている。日本相撲協会の定款では、横綱推薦のほか、その他の横綱に関する諸種の案件も、取扱い案件としている。 横綱審議委員会規則の横綱推薦の内期第五条では、横綱が次の各校に該当する場合は、横審はその横綱の実態をよく調査して、出席委員の三分の二以上の決議により、激励、注意、引退勧告等をなす、とされている。ただし、この決議には拘束力はない。休場の多い場合。ただし、休場が連続するときであっても、 その怪我、病気の内容によっては、審議の上、再起の可能を認めて、治療に専念させることがある。横綱としての対面を怪我す場合、横綱として非常に不成績であり、そのくらいに耐えないと認めた場合、実際にこの規定に基づいて決議がなされたのは、次の3例がある。また、内気に基づかない形での決議がなされることもある。 平成以降では次の例がある。横綱力士以外の事項については諸障害であるが、広角化、有識者の立場から、協会や、離力士に対して、提言をすることが多々ある。2009年に、当時のナルト親方が、弟子の稀勢の里に出ケイを禁止させていることに、沢村たのすけが苦言を呈したり、千代大会に、石橋吉親内立が、 引退勧告を行ったりしている。また、力士による野球賭博問題に関して2010年 NHK の生中継中止を判断ミスと批判している。なお、野球賭博問題では、横心は完全に蚊帳の外に置かれ、改革等の委員会への参加、出席を依頼されることは愚か、意見などを求められることすらなかった。横心に対しては、批判も少なくなく、 改革が必要との意見もたびたび上がっている。主な批判は以下の通りとなる。委員長並びに委員には新聞社の社長や NHK 会長などマスコミの関係者の就任が多く見られる。これは八百町問題など大相撲に批判的な報道を封じ込める意図があるとしてしばしば批判の対象となっている。外国人大関に対しては 支配を獲得できたとしても荒探しをして、もっと高いレベルでの優勝などと無理難題を突きつける意見がたびたび出されている。春馬富士は2009年5月場所で14勝1敗、しかも白鵬を優勝決定戦で破り、14日目には朝昌龍に勝っているにもかかわらず、立ち合いの変化を急断された末次の7月場所で14勝以上の優勝と、 相撲内容の充実を絶対条件とした。その7月場所では9勝6敗と期待に応えられず、昇進を勝ち得るのは昭和以降の大関史上3人目と、なるに場所連続全勝を果たした2012年秋場所ごと、3年も遅れる結果になった。こと欧州については、2008年5月場所で春馬富士と、同じ14勝1敗で優勝したにもかかわらず、 やはり過去に場所の成績を批判し、高いレベルでの優勝が条件だと厳しく指摘した。なお、古都欧州は次の7月場所は9勝6敗、9月場所11月場所は、共に8勝7敗に終わって、綱取りを果たすことはできなかった。逆に、日本人大関には、次の場所は優勝せずとも、勝利数次第では昇進の話が出てくるなど大きく、内容が異なる。 このような背景から、外国人に比べ日本人が優遇されていることへの、一般のファンからの疑問も存在する。さらに、日本人横綱への期待論の高まりもあって、就任前、在任中、退任後を問わず外国人横綱不要論を述べる、委員もおり、外国人への差別になりはしないか、という批判も出ている。2020年、11月場所後の11月23日、 横綱審議委員会は、両国国技館での定例会合で、白鵬と閣竜に注意を決議した。2018年11月場所以降の、計12場所のうち3分の2に相当する8場所を、休場している白鵬と閣竜に対して、矢野博則委員長は、休みがあまりにも多い。深く強い責任を持って、今後に対処してほしいと語り、 我々が強制するわけではないが、横綱が出場しない居場所をあまり長く続けてはいけない、と述べた。これに対し、差別という声が上がり、脳科学者の茂木健一郎も自身のブログで、さらにまずいのが、外国出身の力士に対する差別、偏見と取られかねないことで、今回の白鵬、各竜の両横綱に対する、注意を、稀勢の里に対する温情と比較するとその感を、 強くすると批判した。稽古総研での大砲を館横心の稽古総研の模様稽古総研での白鵬と雅山の対戦稽古総研は横心が主催して関取集を集めて稽古の様子を見守る恒例行事である。東京、両国国技館で行われる本場所前に開催される。以前はすべて非公開で春日野部屋や相撲教習所の 稽古用土俵で行われていたのを2000年から5月場所前についてはゴールデンウィークが近く多くのファンが参加しやすいと見込んで国技館本土俵を使用しての一般公開を開始 NHK による稽古総研の中継も行われた2010年からは9月場所1月場所の総研についても同様に公開することになった各力士にとっても自身や 他の力士の調整状況を本場所直前に確認できる数少ない機会である。2011年1月場所前の稽古総研では終了後、館内のエントランスホールで見学に訪れたファンとの握手会を開催した。また、入り口での9時に当選した入場者には通常一般のファンが行き来できない花道を通り、 共人部屋前で横綱、大関陣からの再入り手形贈呈と握手というサービスも実施された。2011年5月の技量審査場所前という各界が不安定な情勢の中でも公開を続けてきたが、入場者の減少もあり、2012年7月15日の理事会で同年9月場所前の稽古総研を一般公開せず、 相撲教習所での実施に戻すことを決定した。協会広報部長の発覚は、話し合った結果、違う形でのファンサービスを考えているとした。この時点で次の一般公開開催は未定であったが、翌2013年5月場所前に、一般公開を再度実施した。稽古終了後には、人気力士との握手会も行われている。本場所総見は、東京。 両国国技館で行われる本場所中に実施される。横綱審議委員会の委員長、各委員が、末席から幕内の取り組みの様子などを見る。歴代委員長の職歴2021年5月、現在、7名。ありがとうございます。